京都鉄道は1893年に設立された民営鉄道。現在の山陰本線のうち、佐賀野線の区間に相当する路線を建設、運営した。社長は田中玄太郎。明治時代、日本海側の主要都市である舞鶴島での鉄道敷設が課題となっていた。そこで田中玄太郎、浜、岡光明ら,らが、 国旗人となり京都から舞鶴までの鉄路敷設を目的に会社が設立され、1895年に京都駅から綾部を経て舞鶴に至る鉄道免許を受けた。なお舞鶴への鉄道敷設計画は京都鉄道のほか、半角鉄道、石炭鉄道と競合しており舞鶴への鉄道免許は熱心な設置運動の賜物であった。断崖絶壁に線路を通し、 トンネル8カ所、橋梁は50カ所を超える保津橋の南工事も、苦心の末、1900年に、京都その辺館が開業するが、その以北へは、資金難のため工事が父として進まず、政府は、前鶴鎮守府会長に続き、京都から前鶴へ通じる鉄道の建設は、国策遂行上必須とし、1902年4月、未成部分の鉄道免許を取り消し、政府自らの手で、 京都から舞鶴へ通じる鉄道の建設を開始した。京都鉄道は1906年交付の鉄道国有法により1907年に半角鉄道とともに国に買収され、1910年にその辺綾部間の鉄道が開通した。1904年に本社屋を兼ねて作られた二条駅の駅舎は日本最古の木造駅舎で、1996年の同駅の高架化に伴い、 梅工事蒸気機関車間に移築区、資料展示館として利用された。2016年の京都鉄道博物館開業後はミュージアムショップとなっている。国有化直前の1907年7月31日、現在の路線及び駅名を記する。京都鉄道、半角鉄道路線図すべて、木製二軸車、貨車略図明治44年。 鉄道院京都府南総電群亀岡町、大阪府豊野郡東郷村、東郷村山中、明賢山を結ぶ計画だった亀野鉄道と京都府、葛野郡桂村から南総電群亀岡町を結ぶ計画だった景気鉄道が合併して京都鉄道を名乗っていた。昭和10年11月14日、鉄道企業廃止許可。ありがとうございます。